はい、どうぞ、こんにちは、のまです。今回はですね、はい、こちら、スーパードラゴンボールヒーローズ限定シークレット当たるキャンペーン、これのですね、限定シークレット2枚がついに届きましたので、これをね、開封していこうかなというふうに思います。で、これ届いたのが、まあ、2日ぐらい前なんですけど、ちょっとね、その日、大会とか、遠征したりとかでかなりね忙しかったんでちょっと泣ける暇がなかったんですけど、はい、ようやくね、開封できますね今日。いや、こんな感じ入ってるんだね。はいはいはい、なるほどね。まあ折り曲げ現金みたいなね感じで確か書いてあったと思うんですけど、あーこれか。はい、まあまあまあ、それなりに梱包は丁寧なんじゃないかな。なんかの時がひどかったよね。パラレルベジットかな、あの4種類あったじゃないですか。あの時がね、あのこの中にカードがそのまま入っててさ、で初期キッズとかもあったし、あの時はひどかったんですけど、今回はね、まあその反省点を生かしてかすごくね、はい、梱包が綺麗になっております。はい、もうこれであれなんじゃない。はい、あ、来た来た来た、おー来たー、かっこいい。はい、ちゃんと入ってましたね。はい、自分は4回当たったので、ゴジータ2枚とベジット2枚をね応募したんですけど、はい、あ、無事にね届きました4枚。はい、いや、かっこいい。で、あれなんだね、こうちゃんとこのなんて言うんだろう、まあ、ビニール袋みたいなやつに入ってるから、まあまあまあ、なかなか梱包が丁寧ですね。はい、まあ見た感じ初期キスとかもなさそうだし、うん、今回はいい仕事ぶりなんじゃないかな。はい、とりあえず今回は2種類開けて2種類未開封で取っときたいので、じゃあまずはゴジータゼノの方からちょっと開けていきたいと思います。さあ、いや緊張しますねこの瞬間がまあこっから破いてもいいんですけど、まあこっから破くとさ、こうね万が一カードに傷がついたりしたら嫌なので、はい、上からハサミでいきます。さあ、いやー緊張するな。おー、めっちゃ綺麗なんだけど、やばい。はい、こんな感じです。ゴジータゼノの方が、まあ、個人的にはね、まあ、イラストとか好きなんですけど、まあ、性能とかは、ま、そんなにね、うん、そんなに強くないかなって感じはするけど、この上がり幅次第では化けるよね。はい。まあ、とりあえず、ちょっと、あれだね、限定シークレットっていうことなんで、まあ、今までのシークレットに比べると、なんか独特な感じがしますね。なんか独特だよね。まあ、スーパーフューのシークレットにちょっと似てるかなっていうのも思ったけど、うん、なかなか見ない感じの。まあ、背景の色とかが違うからかな？はい。いや、かっこいい。めっちゃかっこいいわ。めっちゃかっこいい。で、ね、まあ、一応性能なんですけど、はい。こんな感じですね。アビリティが、逆境に燃える合体戦士で、毎ラウンドの終了時、そのラウンドで自分チームが受けたダメージが多ければ多いほど、自分チームのヒーローエナジーとパワーがアップする永続という効果ですね。はい。元からパワー高いんで、まあこれはね、普通に火力は出せるのかなと思うんですけど、やっぱりこれ、あれだよね、受ければ受けるほどっていうことなんで、もう本当にベビトラとかでね、もう敵を引きずり出して、わざと攻撃を食らってっていう戦い方になりますよね。はい。まあラグスとか、ゴハンクスゼノとかとね、ちょっと相性が良さそうな1枚ですね。で、フリーズアタックの効果が、敵のパワーとガードを永続で半減するっていう、確かこれね、ゴジータゼノのスーパーサイジン3のシークレットが持ってた、フリーズアタックと同じだったと思うんだよね。はい。まあ、とりあえずゴジータゼノはこんな感じです。さあ、続いてベジットゼノ。まあ、どちらかというとこっちの方が強いかなっていう感じがしますね。はい。まあ、さっきもね、ちょっと白影とかのね、はい、初期傷がなかったんで、こちらも期待できますね。さあ、まあ、ベジットの方も、なかなか特殊な加工ですね、こちら。はい。まあ、こっちに関してもね、うん、正直ゴジータの方がかっこいいかなっていう気がしますね。はい。まあ、あとはあの、ベジット4の普通のシークレットの方がね、イラストは好きですね。はい。で、白とかもね、こんな感じですごく綺麗ですね、やっぱり。限定シークレットいいね。普通にかっこいいんだけど。はい。こんな感じ。で、今回のユニバースミッションの、シークレット4、シークレット5っていうことなんでね、まあ、普通にシークレットのバインダーがね、あるんですけど、それにね、収納したいと思います。さあ、アビリティが全てを貫く最強パワーですね。バトル開始時、気力ダメージを受けなくなり、敵に与えるダメージがプラス2000。で、自分の攻撃時に、敵のパワーを永続で3000奪う。さらに気絶しない敵を攻撃した場合は、その敵に、与えるダメージプラス3000毎回。ですね。はい。まあかなり強いよねこれ。まず気力ダメージがバトル開始から無効になるんで、まあゴジータゼノのね、シークレットとか、あとは海洋圏のゴジータゼノみたいな感じで、もう気絶する心配がなくなると。で、敵に当たるダメージも永続でプラス2000なので、まあ普通に火力が出るし、気絶しない敵を攻撃するとさらにダメージアップ。
で、これ最大でプラス5000ダメージっていうことだと思うんですけど、どうでしょう。うん、多分5000ダメージ上がると思う。で、パワーも3000奪っていくので、まあこれがまたね、パワー、まあ元から高いのにこれがさらに3000上がっていくんで、うん、火力に関しては問題ないですね。で、ロックオンバーストが、あれですね、はい、チャージインパクトのスピードを速くすると。で、一応ロックオンバーストってことなんで必殺ダメージに倍率がかかるよと。で、技がギャラクシースピリットソードとなっております。いや、いいね、めっちゃかっこいい。で、ベジットは普通に強いから、まあまあ普通にね、バトスタでも使えそうな性能してますね。あとはミッションだと敵がね、気絶しないっていうことは、まあまあ大体の場合がそうなので、まあその場合はね、ミッションでもね、かなり活躍するんじゃないかなって思います。はい、とりあえず2枚並べたらこんな感じなんですけど、めちゃくちゃいいですね、やっぱこの合体戦士2人が並ぶと。あー、かっこいい、本当にかっこいい、これは。で、裏面に関してもこれ色が違うんですよね。はい、こっちがね、ここ白で、こっちが黒なんで、まあ本当の、なんだろう、普通にシークレット1と2みたいな感じで、まあここもね、ちょっと、はい、違いがあって、まあなかなかいいんじゃないかな。ただなんでどっちもエナジー8なんだろうって、それだけちょっと気になりますけどね。はい。あ、で、これソウルブレイカーなんで、今回の悟空ゼノの時空転送、時空転送フュージョンバーストかなんかで、ゴチータの使う技、まああれがね、普通に、はい、このゴチータで見れるので、まあ、あれ持ってないよって人でもね、かなり嬉しいんじゃないかなって思います。とりあえず未開封の方はね、はい、まあ、このまんまの状態で取っておきたいので、まあこれはね、ずっと開けないで、まあこっちはこっちで普通に使いたいなと思います。はい、いいね、やっぱ未開封と開封済みだとちょっと違う感じがありますね。うん、こっちはね、やっぱもう開けてさ、こう手にね、実際に取ってるから、まあその人のね、指紋とかまあつくけどさ、こっちに関してはまだね、こう誰の指紋もついてないからなんかちょっとね、違いますよね。はい、まあこんな感じね。はい、まあという感じで、今回はこちらのスーパードラゴンボールヒーローズ限定シークレットカード当たるキャンペーン、はい、こちらのカード2種類が届きましたので開封させていただきました。人によってはまだ届いてないよっていう人もね、いたり、あとは1週間前にもうね、あのベジットの方が届いたりとか、まあなんかそういう感じでちょっとね、配送状況がかなりね、バラバラらしいので、まあまだ届いていない方はまだまだ楽しみにしていただけたらなって思います。という感じでご視聴ありがとうございました。さあ、ここからは、ゴッドミッション1段のシークレットフリーザ復活を使ったね、バトルスポーツスタジアムの動画、1本撮ってありますので、これをね、実況していこうかなと思います。はい、また後付け実況ですね。さあ、まあ、今回はフリーザのシークレットがメインということなので、結構デッキが難しかったんですが、まあ、とりあえずゼノ制限しました。はい、このフリーザがですね、3ラウンドの開始時にエナジーが、プラス2、記録が2本回復するっていうね、かなりそのシークレットにしては弱い、アフィリティを持ってまして、でこれをね、全力で使えばまあ普通に強いんじゃないかみたいな、動画を撮ろうと思ったんだけど普通に弱かったという、で見どころがないから今回のおまけ動画にさせていただきます。さあ、まああれだね、新鮮ですね、エリートタイプのフリーザ復活、なかなかバトスタじゃ見ないんじゃないかな。さあ、バトラップは2ラウンド、やっぱり制限デッキには2ラウンドが安定ですよね。で、ステータスもね、HP3000 のパワーガード2000超えということなので、かなり充実してきましたね。うん、ぶっちゃけ3ラウンドよりもね、2ラウンドの方がステが高いというさあ、まあ、今回は、うん、制限ついてるからまあなんとかなるとは思うけど、お相手が、はい、選手の絆デッキ、絆2枚に奮起する王子で、最大1万7000の固定ダメージという、まあ、かなり火力に特化したデッキですね。で、キザ新刊は、ブースターパックのプロモーションで、ヒューが構成のチャンスだったかな。さあ、ノーアーマーにしたら HP が2万3000と。はい、ホイがいるんで、ちょっとね、ヤムチャデッキとの相性が悪いですね。はい、あ、ホイシンクか。なるほどね。はい、ビルスがシンクのゴッドメテオの、キャンペーンだと思うので、まあ、パワー下げもね、充実しているということなんですけど、まあ、そうだね。ホイは今の環境どうなんだろう。あんまり見なくなったイメージがあるんだよね。なんかあれ使うならベビトラ使った方がいいんじゃねみたいな、うん、感じで思いますね。はい、ホイはなんか自分でも全然使わなくなった気がする。まあホイタンシンクとかホイタンザマスみたいなのもね、結構減りましたしね。さあ、1ラウンド目はお互いに全なし。はい、ここはぶっちゃけヤムチャを1枚下げるのが正解でしたね。
はい、そしたらエナジー5個溜まって、トランクスと、サイヤ女のね必殺技が受けたので、まあ、ぶっちゃけここは下げた方が良かったかなと。さあ攻勢のチャンスでパワーも1万上がってるんでね、敵の火力がえげつない。これはぶっちゃけはっちゃんデッキでも固定だけでなんとかなっちゃいそうな勢いですね。はい、でおまけも充実してるし、ごっかめでパワーも上がるし、これはなかなか怖い。で全員エリートなんでパーフェクト取られると全部記録回復しちゃうんでね、まあ恐ろしいデッキですね。さあ1回目のチャージはミラクルと、はい、これはナイル。まあ、ダメージはかなり食らっちゃいますけど、まあ死にはしないかな、うん、やられはしないかな。はい、いや1万7000、えぐいな、えぐい。はい、うわすごい、2万5000ダメージで異次元が気絶。はい、2万5000も出んだね。あーでもまあまあまあ3万出ないんだったらまあまあって感じだけど、ここに異次元のねトランクス入ってたらワンチャンやられてましたね。はい、でゴッドメトやってきてくれたんで、トランクスが起きますね。はい、これで次のラウンドで制限が打てますと。さあ、そしたら次7000クイックになるのも嫌なので、普通にね異次元からの下のトランクス起きたんで、まあ制限ユニット打ってサイヤ女で終わらせましょう。さあシンクのゴッドメテオが来たので、まあ控えめに出したいところだね。さあそして自分チームの攻撃、はい、このフリーザは読めないだろうね、こんなのバトスタで全然見ないからまず何のカードかわからないだろうね。で2ラウンド目のこっちの攻撃士に ならないと時空転送がね発動しないっていうことなんで、それまでね何のカードかわからないという。さあここはパーフェクト。さあ記録回復でかいですね。とりあえずゴッド玉レベルを守ったんで、次でアタッカー2人出せばゴッド玉もね打てるので、まあまあまあそうだね、控えめに出してちょっとゴッド玉を当ててっていう感じかな。でちなみにこの悟空が、シンクのゴッドメテオの悟空なんですけど、ユニット発動すると自分チーム全員のパワーが永続で5000上がるっていう、まあ、効果持ってまして、やっぱりパワー上げってサイヤ女との相性がめっちゃいいので、まあこれをね今回は制限のねユニメンっていうか、まあサブで入れてます。いややっぱりサイヤ女本当に強いなーって思う。この前の大会もサイヤ女1本で行ったんですけど、あのねマジで強い、今の環境マジで刺さる。でダムーシが減ったからかな、なんかね倍増がめちゃめちゃ通るんですよ。で次回とかさ、まあ1回限りでね倍増消されたり極限されたりとかはあるけど、まあそれでも毎回消されるわけじゃないから、あのラムーシがめちゃめちゃ多かった環境に比べたら全然動きやすいなって思いました。でサイヤ女といえばねヒーロータイプとの、はい、使い分けができるので、まあね大会とかで次の相手がまあラムーシとか、まあ、使ってるんだったらヒーロータイプに切り替えて、で戦闘力とパワー上げてっていう戦い方もね全然できるので、まあ今ね何のアバターがおすすめですかって言われたら真っ先にサイヤ女かな、うん、真っ先に答えるとしたらサイヤ女ですね。はい、でちなみに海洋神はね、ぶっちゃけ最近そんなに使ってないです。はい、サイヤ女ばっか使ってます。はい、あ相手のアプリがちょっと怖いね。さあとりあえず戦闘力制限ユニット、はい、今回の SR ベジータですね。はい、これで戦闘力を2000に制限しますと。いや未だにこれも強いね。はい、からの勇気づく仲間でパワー5000アップ。そしたらここは女の子にゴッド玉を持たせて、うん、まあ下げたいね。ここはゴッド玉レベルがもう最大から9にならなければいいので、うん、まあまあまあこんな感じでいいんじゃないかな。で一応これでエナジーも、7個貯まるからフリーザまで打てますね。はい、 OK と。さあでお相手が安定の全出しなるほど、まあ、あのデッキはそうだね、下げない方がいいかもね、うん、ひたすらに出し続けた方がいいね。はい、で、アプリね使わなかったんで乱戦使いました。まあ、乱戦を制する戦車アプリなんですけど、まあやっぱりこうアプリを何も使う必要がない。今回みたいにさ、例えば気絶無効もね別に貼る必要ないし、まあ、先行取れば勝てるっていう状況において、まあ乱戦を張っておくことによって相手が万が一ね乱活したりで相手にも乱戦使われた時に、まあ、こっちもね復活するチャンスがあるので、まあそんな感じで保険をねこう乱戦でかけておくっていうのは一つの戦術だと思います。
さ、ここはガード位置からの倍増ゴリゴリですね。あー、ぶっちゃけサイヤ女だけでもう3万ぐらい削れそうな勢いですね、ここはね。さあ、まあ、ゴッド玉が火を吹きそうな盤面かな、ここは。さて、まずはゴッカメ。あー、じゃない。そうだ、これがあった。そうそうそう。で、これが、パワーかガードをね、どっちか1にできるんですけど、マジでね、使い道がなくて。選べたらね、強かったんだけど、どっちかだから、どう使えばいいかわからない。で、まあ、そうだね、このフリーザに関しては鑑賞用というか、まあ、イラストがいいので、まあ、バインダーに飾ったりとかするカードなんですけど、まあ、ね、たまにはこういうシークレット、弱いシークレットがあってもいいかなとは思いますね。さあ、5日目で9000ダメージ。そしたら、龍拳もうちょい入るかな。なんか極寒よりも龍拳のダメージの方が高いイメージがあるので、まあ、あの感じだと龍拳で1万2000ぐらい入るかな。でゴッド玉がどれぐらい入るかわかんないけど、まあ、ガード位置に倍増のパワー上げだから、いやゴッド玉でも1万は超えるよね。やっぱすごいな、サイヤ女やばいな。はい、パーフェクトからのパーフェクト。はい、湧いてチャージうまいですね。さあ、2回目もパーフェクト。しかし、貫通ダメージがえぐい。3800ダメージ。はい、空の超ゴッド玉。いや、これは気持ちいい。さあ、いや、これは、ちょっと期待が、どれぐらい出んだろう。いや、ぶっちゃけこれだったらもう、サイヤ女で、ね、火力がこと足りるというか、はい、16794ダメージで、いくつ削ったんだ？2万ちょい削ったのかな。で、KO です。という感じで、今回は、ゴッドミッション一段シークレットフリーザ復活使ってバトスタに挑戦してみました。皆さんの元にもね、無事にゴジータとベジットが届くことに乗っております。という感じでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。